ね、あの伊勢市駅の方が後から建て替えてね、綺麗にしてるんですけど、やっぱこの草原さんには勝てないですよね。ああ、疲れた。ナイクうまい。試しに行ってみますか、ナイクうまいね。はい、ちょこっとやってきましたよ。ナイクにやってきたんですけどね。いや、実はあの、IC カードにタッチしたらね、残高30円だったんでね、ちょっとびっくりしましたけど。それ以上にびっくりじゃない。これ、ナイクうまいですかね。この感じはね、ナイクうまいってわかるじゃないですか。え？っていうぐらい全然人いないですね。あ、もうね、全部ちなみにこの辺りの案内所とかもう全部閉めちゃってます。寿司屋さん一応開いてるみたいですけどね。あ、どんぶり屋閉まったのか。ここもやっぱり当分の間休業しちゃったんですね。あら、あ、じゃあもう飯はどこも食えなさそうかな。いや、びっくりするぐらい車がないですよね。日の明るいうちにこんなにカラカラなナイクなんて初めて見ましたよ。うわ、車どうなんかな、ガラガラなんかなと思ったら、ガラガラもないもん、もう閉鎖してるんですね、駐車場。ああ。ですから、もう止めようもないですからね。一応、こっちの方にやってきた車はそのまま、まあ、業者さんの車みたいなのはそこに止めてやってますけど、うん、もうそのままぐるっと回して、さようならってなってますね。ちなみに、ここもやっぱ3時までなんですよね。あ、閉まった。やっぱそうですよね。こっちも3時までなんですよね。まあ、向こうと一緒にしてますよね。はあ、これは、しまったな。さすがにもう下空着いた時が2時40分とかですからね。そうですね、普段はねずっとねできるんですけど。で、あ、まあ中におった方は今上がってきてるから、まあ24分、まあこの中広いですからね、内空の方が広いですからね。ああ、そっか、こっちもやっぱ そっちのそこに書いてありますね。やっぱ下空と同じですね、やっぱ3時までっていうことなんで。まあ、こればかしはね、仕方ないです。正月でも、まあ、正月余計に混むから、まあ、あれですけど、こんな静かな内宮なんて、本当初めてですね。いや、まあ、確かに形とかね、それはね、内宮なんですけど、こっちの方行ったら、少しあれかなと思うんですけど、こっちの方もやっぱし、もう、おかげ横丁、そう、閉まってるんですよね。うわ、なんだこれ。まあ、30何年、三重県住んでますけど、こんなに人のいない伊勢神宮なんて本当に初めて見ましたね。はあ。一応、内宮、内宮と呼んでますけど、正式名が東大神宮で、まあまあまあ、これもね、もうね、で、ご祖神がね、天照大御の神なんで、もうそんなのね、もう、おめえにわざわざ言われる人じゃないわってぐらいね、もう日本人だなとか、日本人じゃなくてもね。うお、見事に落としましたね。で、こっちも、まあ当たり前って当たり前ですけど、全然普段と全然様子が違う。やっぱしあの下空の時と一緒で、聞こえてくる言葉も全然三重弁ばっかしですもんね。地元の人しかね、ね、来ないですから、まあそりゃそうなんでしょうけど。いや、観光バスも何も止まってないですもんね。 すごいな。これはちょっと本当に異様な光景やな。いやね、今お手洗いを済ませてきましたけどね。いや、やっぱ何回見てもこれは異様な光景ですね。これあの内宮の前の、まあ、コインロッカーはねまだはねあれですけど、これあの内宮の前の駐車場ですよ。あのいつも観光バスとかがブワーって止まっとってえらいことになるね。あの駐車場、これがこれですよ、ね、これですよ。いや、すごいな。多分もうに、この絵面はね、あのね、明るいうちには絶対撮れないですからね。日の丸は、ね、たなびいてますけど、これは、これは多分もう二度と見れないですね。ここがこんなガラガラになってる。もう本当にね、国内外問わずね、引き出しに来てましたからね、ツアーのが。ああ、いやー、
まあ、多分他のね、主だった観光施設もこういう感じなんでしょうね。ちょっとおかげ横丁の方も見てきますが、まあ、どこもやってないはずですけど、あ、しまった、下空の方で豚捨て買うの忘れてましたね。あ、何か開いてるのかな。この感じだとどこも開いてなさそうですよ。基本的におかげ横丁はやってないとは聞いてたんですけどね。一応予定としてはこの後もう一企画やってこうかなと思ってるんですけどね。ちょっとね、後で地図とか確認してね、行けるかどうか確認してからもう一企画考えてるんですけど。しかしなんだこれ、なんかマスクののれんが分かってます。あ、もうここもだるま屋さんももう閉めちゃうんだ。一応ここは営業をやってたみたいですけどね。おお、本当に閉まってるわ。今、ね、岩手屋さんももう当然閉まっちゃってますし、何これ、あちこちでマスクは販売やってるんですね。結構まあまあ最近もだいぶマスクが手に入るようになってきたといえばなってきましたけど、なんだこれ、ね、外国語どころか全然異性の方以外の言葉が全然聞こえてこないですもんね。一応スヌーピーチャイやってますね。あ、ここソフトとか桜のソフトとかも、一応ソフトとか売ってるところは、四国坊なんかちょっと空いてるところは空いてるんですね。唐揚げやら、ちょっと、ま、完全に全部閉まってるわけじゃないですけど、今日ちょっとずつは空いてるみたいですね。プリントーストとかをやってんだ。角打ちは閉まってますね。やっぱ透明な休みですね。残念だ。まあ今日この後運転しないといけないから、どうせ飲めないんですけど。いやこれ本当静かですね。もう3時で閉めちゃうんですね。稼働自体というところ、丸天さんのためか、透明な、まだちょっと再開の絵とか書いてないですね。これは厳しいだろうな。そこの方降りてみようか。これ宮五十鈴川ですけどね、静かですね。ほんと静かだわ。もう静かだわ。まあ一応あれも車もやっぱ全部見えですね。まあまあね、わざわざこうね、別に県外ナンバー探してやろうとかね、それはね、YouTube で晒してやろうとか、別にそんな気持ちはないんですけどね。いやすごいな。で、あ、そう、おかげ横丁自体はこっちじゃなくて、おかげ横丁はこっちなんですけどね。なんだこの、これは静か。おかげ横丁は完全に営業してないですよね。で、赤服もね、閉まってますしね。こっちも全く完全にもう閉店となってますからね。いや、なんでこれ。せっかくならずっと歩いてね、行こうと思うんですけどね。まあ、逆にこれだけいるのか、これね、まだこんだけ人通りがあるっていうのは、お伊勢さんならではなのかもしれませんけどね。いやー、これはびっくりだこいたわ。新宿もの500円かね、あってる。あ、開いてんだここは。
ワンコインから更新してもらうからやるっていうのはいいですね。まんじゅうさんやっとるやん。ちょっとまんじゅう買っていこうか、ね、さてことね、買ってきましたよ、利休まんじゅうね、ここのね、名物の利休まんじゅう買ってきましたね。よかったよかった、営業したとね、お土産ね、まあ自分用のお土産だけですけどね、まあ書いたんで、まあよかったよかったということにしましょう。ただしかしあれですね、もうここもね、やっぱり営業するのにこう透明なフィルターね、いろいろとつけたりとかね、やったみたいですけどね、あれでもよくよく考えてみたらね、そのね、営業はね、できるだけ再開してね、その経済をね、再生させましょうって言ってるのにね、意外とそういったコロナ対策に対する、じゃあそういうの貼るのを、そういった防護ネットをね、作ったりするのに、補助金出しますとかね。うん。それで、まあ、できるだけ早いところ、経済活動再開させてくださいねとかってね、すじゃよかったのに、何もやってないですよね。全部自腹負担ですよね。あれもおかしな話ですよね。うん。ね、言ってること二枚じゃないですよね。完全に今回政府の方がね。うん、あれはね、相当ね、あれは良くなかったと思いますよ。うん。まあそれが多分次の選挙にはもっと元に出ると思いますけどね、まあでも本当にどこもやってないですからね、びっくりする光景ですね。これ小酒屋さん、雑貨屋さんみたいになってますけどね、コーヒー屋さんとかもやってないかな、やってなさそうだな。食事屋さんでやってるところもなんとかあるのはあるんですね。ここは、こっちは角打ちやってそうですね。あ、営業されてますね。こっちの方来たらやってたんだ。まあね、さっきも言いましたけど、今日ちょっとね、この後運転しないといけないんでね、私、ちょっと飲めないんですけど。いやいやいや、まあ一応飲めるところあるっていうのはね、それが分かるだけでもね、精神的に楽なんですよね。別に、今飲める飲めないよね、不思議にしてね。なんかね、飲めるところ一個もないっていうのがね、落ち込むんじゃあるんですよね。まあこれが酒飲みのね、本能なんでしょうか。こうやってんだ。元ひもの、なんでひものに元がついてるのか分からんけど。結構中いっぱいでしたね。まあそうですよね、なかなか食べるところが来なきゃないとね、結構今3時半半になったかなぐらいですけど、この時間でもすごい入ってましたね、もう密にならんような感じでね、並んではいましたけど、ですからもうちょっと追加では入れないかな、満席ではないんですけどね、ちょっとあいぐらい入ると密になっちゃうかなっていうぐらいにね、は入ってましたね。